こんにちは、木のままです。今日は3月の3日、桃の節句ですね。桃の木ではなくて、これは大犬のふぐりですね。この小さな花が咲くと春が来たなって思いますけれども、はい、名前がね、大犬のふぐりのふぐりっていうのは、いわゆるお金玉のことなんですけれども、はい、ちょっと既存独な名前3選にちょっと入れたいぐらいなんですけれども、なんかね、ずっと不思議だったんです。この花からは連想できないっていうかね、どこがなんだろうってずっと思ってたんですけれども、ちょっと調べてみたら、花ではなくて、どうもね、実が似ているっていうことなんです。でしかも、これではなくって、昔から日本に犬ふぐりっていう植物があったんですけれども、それの実がね、ちょっとコロンとしてて、その犬のふぐりに感じがとてもよく似ているっていうことで名付けられたそうなんですけれども、で後からこの外国からですね、入ってきたこれですね、大犬のふぐりは、その犬ふぐりにちょっと似てちょっとっていうか花がね似てるんだけれども、大型っていうことで大犬のふぐりっていう名前がついたらしいんですけれども、こっちのですね、実はなんかね、ちょっとペタンとしてて、そんなにふぐりっぽくないっていうことなので、なんかちょっとね、とばっちりな感じがしないでもないですけれども、はい、別名がね、天人唐草とか瑠璃唐草、唐草っていうのは外国の草っていう意味らしいんですけれども、瑠璃は色ですよね。瑠璃唐草、天人唐草っていう別名があるそうです。あとね、星の瞳なんていう綺麗な別名もあるらしいですよ。はい、そのもともとあった犬ふぐりの方は、今は数がすごく減ってきてて、見つけるのが難しいらしいんですけれども、そっちの方のね、実がどんなんか、ちょっと実物見てみたいような気もするんですけれども、はい、このように、この動画では私が散歩中に気になった植物や、その植物についてのちょっと面白いなって思った話があれば紹介してますので、よかったらいいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。今日はありがとうございました。さっきからね、ウグイスの声が綺麗に響いてて、本当に春だなって思いますね。はい、でこっちには姫踊り子草ですね、花が前より開いてきましたね、たくさんついて、はい、ねえ、かわいいですよね。星の瞳なんて名前ぴったりだなって思うんですけれども。